はい、まず我々、ジュビロ磐田に、対し、いつも、サポートいただきありがとうございます。まず本当この、私が今回監督になるっていうことについて、本来であれば本当ないことが一番良かったんですけれども、まあチーム事情によって私が今回、就任することになりました。まあサッカーの世界では、こういう状況がありますけども、まあこう前向きに、取り組んで、選手スタッフともに、良い準備をして、とにかく一戦一戦、残り9戦しっかり全部勝利、できるように戦って参りたいと思います。まず伊藤監督の、思考してた、しっかりとボールを動かしながら相手の、守備網を破るというところも含めて、攻撃的に行くときと、しっかりと守備のときとっていうそのメリハリを持った攻守においてプレーをするってことを意識していかなければいけないかなと思います。あとはゲームの内容によって例えば前への意識を強めるとか、しっかりと守備するときはしっかり後ろに固めるとか、相手によっても変化させるような戦い方、残留するために一番近道の戦い方を探して臨んでいきたいというふうに思います。はい、選手が、伊藤監督のやってたことを、遂行してもらえれば、そのイメージとしてはいいと思いますので、もしそこで、戸惑ってる選手が、いるのであれば、そこを修正する、整理をして、選手を、プレーさせるっていうところを意識してやっていきたいというふうに思います。いやもうトレーニングで、自分の力 100% 出すことが、試合につながると思うので、今日選手にも言いましたけど、本当に、いい準備って何ですかっていうところで、話はしましたけども、やはりそこの部分につい、そこは、ボールのない状況の時にいかに自分がいい予測を持ってポジションを取ったり、その出ていく力を持ったり、戻らなきゃいけないとか、ボールを持ってない時にいかに走るかっていうところで、そこをもう私としてはこの、争いの中に、やっぱり勝利するためには一番重要かなというふうに思いますので、ボール技術については、岩田の選手は非常に高いレベルはあると思うので、ボールのないところでの勝負を、本当にそこにこだわって、選手に伝えていきたいと思います。ただ、勝つためには得点を取らなければいけないので、やっぱ最終的には、攻撃のところでやっぱ質の高い、攻撃、イメージを共有した攻撃、そこをしっかりとしていきたいというふうには思っています。我慢することです。多分勝たなければいけないとか、この試合で負けたら、あと試合最中に攻め込まれてるなとか、全然点が入んないなとか、多分そういうちょっとこうネガティブな状況が生まれるかもしれませんけど、やっぱそこはもう我慢して、とにかく勝利をするために諦めないっていうところにつながると思うので、我慢して戦いに臨むっていうことを、選手たちには伝えたいと思います。そう簡単には勝てないっていうことをまず心持ちして試合に臨んでいきたいと思います。いやもう本当に、この状況になって、皆さんもたくさん、落胆されている方が、いると思います。ただ我々、選手スタッフは、前を向いて上を向いて、もうとにかく勝利を目指して、
この9試合戦ってまいりたいと思いますので、まあ一試合一試合の結果で、皆さんが、一喜一憂するのは全然構わないと思うんですけども、とにかく我々に対して後押しを、まあ今コロナの状況なので、声援を送っていただける時には声援を、あとはもう心の中でも声援を送っていただいて、我々に勝利を少しでも近づけるように皆さんと共に戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。